皆さんこんにちは、シャルムです。今日は料理動画です。ひき肉とピーマンのチーズ炒めっていうのを作りたいと思います。サンキュっていう雑誌ありますよね、主婦向けの雑誌。あの雑誌の付録で、料理本レシピが入ってたんですけれども、材料はピーマンと玉ねぎとひき肉とチーズ、だけで炒めるっていうお料理で、簡単そうなんですけれども、お味はいかほどかっていうの分かりませんが、作っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。では参りましょう、レッツゴー。はい、まずはピーマンと玉ねぎをね、刻んでいきたいと思います。玉ねぎね、4分の1個でいいらしいんですけど、レシピによればね、手洗わなきゃね。レシピによればね、4分の1個でいいんですけど、私ちょっともう玉ねぎ使いたいんで、もう半分使っちゃいます。はい。半分使いますね、もう。はい。半分切りました。で、ピーマンですね。次ピーマン、はい。料理動画って結構好評なんですよね。皆さんね、視聴者様にとお話ししたらね、料理動画が好きっていう風におっしゃってくださる方多くてね、とっても嬉しいです。うん、料理動画ね、私料理は得意じゃないんですよ。はい、得意じゃないんですけれども、まあ、作るのは決して嫌いではないっていう感じですね。はい。ピーマン。ピーマン2つ使っちゃおうかな。もうせっかくだから2つ使っちゃう。ちょっと多めに作って、うちの親にでもあげようかな。余ったら。はい、ピーマンね。ピーマンは私2つ使います。はい。それでね、今日なんですけれど、今日、10月17日じゃないですか。私のお友達のタオさんっていう方、すごい占いに詳しい方がいらっしゃるんですけれども、その人にね、10月17日に、新しいお財布を下ろすとね、いいよって、運気がいいよって、いい、財布を下ろすのにいい日だよって教えてもらったんですよね。で、9月の終わりに財布を2つ、1つは友達のマリナからね、財布もらって、それでね、よいしょよいしょ、はい、話が途切れましたね。ここでちょっとね、火を入れたいと思います。9月の終わりに友達のマリナにアナスイの財布をもらったんですよ。で、私もね、キューポットでお財布を買いました。で、2つ新しい財布が手元にあるんですけれども、その財布にね、10万円入れて寝かしておいて、それで10月17日に下ろすとね、すごくいいよっていうふうにタオさんに教えてもらったんですね。だからね、もう10月17日、9月の終わりから10月17日ですから、半月ですよね。半月の間ね、すごいね、もう早くお財布新しいの使いたい使いたいと思いながら我慢してたんですよ。はい、でもね、今日財布を下ろすことができて、もう本当嬉しいです、新しいお財布。はい、じゃあまずね、フライパンに火をつけましたけれども、油は引かないそうです。で、これね、ひき肉を、はい。そぼろみたいにね、バラバラにしないで、焼くらしいんですよ。ゴロッとした食感をね、楽しむっていうことらしいんですけどね。なんかね、3分くらいひき肉を焼くっていうことらしいんですけれどね、私焼き加減下手なんでね、
ちゃんと火が通るかどうか、それが心配なんですけどね。どうなんだろう。ねえ。いや、美味しくできたらいいんですけどね。あ、ひき肉のいい匂いがします。ね。ちなみにね、味付けは醤油だけなんですよ。醤油だけで美味しくなるんですかね。っていうか、ちょっと疑問なんですけれども。どうだろう。ああ。こういう感じ？ゴロッとした感じ。決してそぼろにはしないでっていうことなんですけれども。こういう感じでいいのかな。でいいかな。でね、レシピによるとね、醤油大さじ1杯です。醤油大さじ1杯を入れます。どうなのかな。どうなんだろう。じゃあちょっともう玉ねぎ入れちゃいますね。玉ねぎ入れてみます。はい。で、もピーマンも入れちゃいます。チーズ焼きっていうことなんですけどね、どうなんだろう。ねえ、玉ねぎとピーマンはちょっとね、ザクッとする、炒めすぎない方がいいっていうふうには書いてありましたね。うん、どうなんだろう。はい。まあ、これ作り方は至って簡単なんですよね。炒まったら、あとチーズをかけて蒸せばいいらしいんで。はい。あのね、今日私ね、動画の編集してたんですよ。ナイトルーティンの動画を撮ったんで、それを編集してたんですね。で、編集するのが朝の11時から夕方の4時まで編集してたんですよ。もちろん間にね、休憩取ったり、洗濯物干してみたりとか、食器洗ったりとか別のこともしてたんですけれど、さすがにちょっと疲れました。疲れたんですけどね。あ、これくらいでいいかな。これくらいで良さげな感じ。というので、次は、これ、とろけるチーズ入れます。はい。どうかな？美味しくなるかな？うわ、チーズちょっと私好きなんでたっぷりめに入れます。あ、飛ばないで。はい。で、これを、ちょっと、弱火にして、蒸すんだそうです。蒸して、チーズが溶けるのを待つっていう感じですね。はい。じゃあ、チーズ溶けるの待ちたいと思います。はい、これでいいかな。はい、完成にします。はい、出来上がりました。ピーマンとひき肉のチーズ炒めです。いかがでしょうか？はい、ピーマンとひき肉のチーズ炒めです。お味はどうなんだろう。醤油だけしか味付けしてないんですよね。すごくシンプルなお料理だと思うんですけれども、ちょっと実食していきたいと思います。はい。じゃあ出来上がりました。ピーマンとひき肉のチーズ炒め。初めて作りました。どんな味なんでしょう。いただきたいと思います。
いやーどうなんだろう、はチーズとチーズと玉ねぎとひき肉一緒にいただきたいと思います。おいしい。作る前まではね、実はね、正直バカにしてるところがありました。なんかね、そんなね、醤油だけで味付けして美味しいんだろうかっていう風に思ってたんですよね。そうしましたら、すごく美味しいです。これ醤油だけ、ほんと醤油だけしか調味料使ってないのに、肉の旨味が出て美味しいです。でチーズが美味しいんですよね。うん、それで私ね、肉の焼き方が下手な方なんですよね。ハンバーグとかでもね、生焼けにしちゃうような人間なんですけれども、ひき肉ちゃんと炒まるかなって思ってたんですけど、大丈夫でしたね。ひき肉はそぼろのようにね、細かくしないで、もう肉の食感があるようにゴロッとした食感になるよう作るっていうのがコツみたいですね。あ、これなかなか美味しいわ。うん、これ簡単なんでね、ぜひね、皆さんも試してみてください。美味しいです。はい、というわけで今日はひき肉とピーマンのチーズ炒め、タイトル忘れてしまいそうな、作りましたが、いかがだったでしょうか。はい、じゃあこの後ね、せっかくなので今日が10月17日ということで、財布を下ろしていい日ということになっておりますので、ちょっと私がね、いただいた財布と自分で買った財布、両方ご紹介したいと思いますので、そのままお待ちください。はい、じゃあ10月17日になりましたので、新しいお財布開封の儀を行いたいと思います。はい、まずはキューポットです。キューポット、うわー、かわいい、チョコレート柄です。かわいいです。これは自分で買いました。はい、続いて友達のマリナからもらったアナスイのお財布ですけど、あ、これももちろん可愛いです。はい、このアナスイのお財布は普段使いのお財布にさせていただきます。で、このキューポットの財布は、お出かけ用に使いたいなと思っております。はい、ということで、まずはですね、この大事なお友達マリナからもらったアナスイのお財布、これね、普段使いにしようと思うんですよ。で、このお財布の中にね、実はね、これ10万円入れてました。お友達のタオさんが財布をね、寝かせてる間、この10万円お金を入れるとね、いいよっていう、お金がね、なんていうの、お財布にお金を記憶させるっていう意味でね、10万円入れるといいらしいんですよ。まあとにかくね、お金がたくさん入ってくるらしいです、この10万円入れると。はい、これはちょっと置いときます。はい、なんかこんな感じですね。はい、わ、これなんていうの、裏地っていうのかな、見えます、これも可愛いですよね。はい、これは普段用の財布です。今まで使っていたのがね、メゾンドフルールのブランドムックの財布だったんですけれど、これ財布というか本来はカードケースなんですよね。カードケースなんですけど、財布として私は使っておりました。でもこれね、ちょっともう汚れてきたんですよね。ちょっと汚れが気になっていた時に、友達のマリナからこのお財布いただいたんで、これを食料品買ったり日用品買ったりっていうね、そういう普段使いのお財布に使わせていただきたいと思います。はい、じゃあちょっと写しますね。はい、
差し障りのあるもの。カード類は後でちょっと入れさせてくださいね。まず小銭がまだいっぱいある。小銭がいっぱいありますね。うわ、これ、わかります?天使の羽ですよ。ねえ。わあ、かわいい。はい、ここに小銭を入れます。もうね、このメゾンのフルールの財布よりね、絶対使い勝手はいいと思うんですよね。こっちのアナスイの財布の方が。ねえ。はい。とりあえずね、お金だけ。そう、私ね、いつもお金をこうやって折りたたんで入れてたんですよ。うん。今度からね、お札を畳まなくて済みそうです。はい、お金ね、3000円。ここに入れたいと思います。よいしょよいしょ。はい。マリナありがとう。嬉しいです、とっても。はい、かわいい。このアナスイの財布。これからね、もうスーパーでもお買い物行くのが楽しくなりそうですね。こうやってね、お金ね、財布開けてみるのが楽しみになりそうです。はい、本当ありがとうね。はい、で、続きましてはこれ。キューポットのお財布です。3万800円しました。これね、買った時は3万3000円って言われたんですけれど、後からね、いや3万800円の間違いでした。お金返しますって言われたんですけれどね。このキューポットの財布にも、もちろん10万円入れておきました。10万円入れて寝かしておきました。はい。これ中はね、こんな感じです。ねえ、これ、最後の一点っていう風に言ってましたね。はい。で、これ、この財布ね、全然ね、気に入って使ってたわけじゃないんですよ。なんだろう、これ。あのね、まあ、この辺とかちょっとボロボロになってるからね、ちょうど買い時で良かったんだと思います。うん。なんかね、捨てるに捨てられない財布だったんですよね。なぜか。はい。で、ここにね、これお出かけ用の財布。お金だけしまいますね。カードは後でしまいます。はい。ねえ、財布。なんか、自分がね、欲しいなって思って買った財布だったんでね、思い入れがありますよ。あとこれね、東京の表参道本店で買ったお財布。うん。ね、旅のいい思い出になりました。はい。というわけで、10月17日ということで、財布を下ろさせていただきました。はい。というわけで、今日はお料理動画とちょっとお財布の紹介動画になりましたが、いかがだったでしょうか。はい。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。気に入っていただけた方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた明日お会いしましょう。シャルムでした。